もっとグッド開局60周年、福テレはもっとグッド皆さんのそばに、そしてもっとグッド子どもたちの明日のために。そこで今回、県内の子どもたちに笑顔と元気を届け、福島の未来を作る新たなプロジェクトが始動。自然と遊ぼキッズネイチャークラブは、自然と触れ合いながら子どもたちの心、体、未来を育むプロジェクト。プロジェクトリーダーに就任したのは、福島県民プロジェクト大使、野菜果物 PR 大使、福島を PR させたら耳に出るものがいない、この人。はい、こんにちは、福島県伊達市出身の長澤優です。今日はよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、テレポートプラスのスタジオに長澤優さんにお越しいただきました、はい、ようこそ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。と言いますのもですね、今回は福テレ開局60周年の新プロジェクトということなんです。ということで、プロジェクトリーダーを務めていらっしゃいます長澤さん、発表お願いいたします。はい、はい、新プロジェクトはこちらです。キッズネイチャークラブ自然と遊ぼ。はい、ということでですね、こちらは福島の自然の中で大人から子どもまで一緒に遊ぼうという企画となっております。はい、福島の未来を作るのはもう子どもたちということで、はい、この企画自体あれですよね、長澤さんもずっとやりたかった念願なんですよね。そうなんですよ、やっぱり福島の魅力といったら、この豊かな自然じゃないですか。間違いないです。そんな自然の中で子どもたちと一緒に遊ぶっていうのが夢だったんです。だから長澤さんご自身、伊達市出身でいらっしゃって、はい、そういうやっぱ思い出が深いからっていうのもあるんですか。そうですね、私自身本当家の前にある里山でずっと遊んでいたので、やっぱり子どもの頃のこう思い出って原体験として宝物のようにね、心の中に残っていくので、はい、そんな瞬間を福島の子どもたちとも共有したいなと思っています。で、このキッズネイチャークラブですけれども、具体的にどういうことをやるんですか。はい、はい、キッズネイチャークラブではですね、ネイチャーゲームというゲームをして遊ぼうと思っています。はい、ということで、まずはここでネイチャーゲームについてご説明します、ネイチャーゲームとは、大人から子どもまで一緒に楽しめるアクティビティです。この自然との触れ合いを通して、自然の持つさまざまな表情を楽しみ、自然の不思議や仕組みを学ぶことを目的としているんですよね、長澤さん。そうなんです。こちらはですね、本当に、まあ、15分20分でできる簡単なゲームが、なんと170種類以上もあります。楽しい。そうなんです。で、今回は私がプロジェクトリーダーのゆうちゃんとして、ゆうちゃん、はい、みんなと一緒に遊びたいなと考えています。じゃあもう斉藤さんも今日だけですよ、ゆうちゃんっていいですよ、一回だけちょっと呼んでいただく、ちょっと子供にゆうちゃんちょっと嬉しかった。どういうプレイですか斉藤さん。ちょっと、ちょっと気持ち悪くて、それが良かったです。それが良かったです。斉藤さん、はい、でネイチャーゲームですけれども、はい、長澤さん、具体的に、はい、ゆうちゃん、はい、何をやっていくんでしょうか。 ありがとうございます、はい、例えばですね、ミクロ俳句といったこういったものがあるんですけれども、うん、草の上に細い糸をたら並べてですね、その上をこういった虫眼鏡でたどってで、はい、行きながらミクロの世界を探検するという遊びなんです。普段はこう足元にあって気づかない世界に目を向けることによって、うんうん、この草むらがジャングルに見えたり、はい、あとアリよりも小さな虫の息遣いに気づいたり、いろんな発見があるんです、はい、虫と目が合っちゃうみたいな、ね、ことももしかしたらあるかもしれませんし、おのずとこう虫眼鏡の中にね、はい、きっと入ってきますもんね。そうなんです、素敵な表現ですね、虫と目が合う。ありがとうございま す、 いいですね。ちょっと僕も照れちゃった、嬉しいな。ちょっとしっかり男性陣、ごめんなさい、はい、その他どんなのが、はい、はい、その他はですね、森の美術館といいまして、はい、うん、こういったフレームを厚紙や段ボールで作っていただいて、ご自身の、ね、気に入った自然を絵画のように切り取るといった遊びがあります。これじゃあもう極論
紙じゃなくてもいいってことですか。そうなんです。こう手を丸にしていただいたり、こうカメラのようにね、四角く自分でフレームを作って好きな景色を美術館のように切り取って遊べます。もう今やっぱスマホで写真撮る世の中ですけれども、うん、自然とこう近いですね、非常に、うん、そうです、うん、斉藤さんどうですか、こう子供の頃無意識にでもこう遊んでいたものがこうやって含まれてる、うん、詰まってる、そんな印象ですよね。あのコロナとかね、震災とかって外であんまり遊べなかったから、うん、これいい機会かな、ね、うん、子供は本当に遊びの天才でいろんな遊び方想像しますからね、うん、長澤さん、福島の自然の中にはこうして遊びが詰まっているわけですね。そうなんです。本当にこう遊びっていうのは正解も不正解もありませんから、うん、こうみんなで心を解放して子どもから大人まで童心に帰ってみんなで一緒に楽しめたらなと思います、うん、でそんな、キッズネイチャークラブ自然と遊ぼですけれども、第1回は来月7日の土曜日です。伊達市にあります赤坂の里森林公園で開催されます。参加無料となりまして、昼食付き親子ペア20組を募集中でございます。申し込み方法はフクテレのホームページをぜひご覧ください。では最後に長澤さん、はい、イベントの意気込みお願いいたします。はい、キッズネイチャークラブでは普段見ている自然がより身近に、そして今までは気づかなかった発見もたくさんあると思います。皆さんで一緒にそんな楽しい時間をシェアしましょう。待ってます。はい、今日はゆうちゃんこと長澤ゆうさんにお越しくださいました。長澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。